皆さんこんにちは、花丸帝国です。今回は週刊花丸通信のお時間です。毎度コーペンちゃんの最新情報を中心に1週間を振り返るこの動画、いろんな内容でほんわりお話ししていきたいと思います。じゃあ今回もスタート。登録してね。5月の22日と23日の2日間、この2日は特にコーペンちゃん情報はなかったので2日まとめて飛ばしちゃいたいと思います。5月の24日、この日はね、ルルテアさんのツイートのお話なんですけども、こちらの画像が投稿されていました。こういうイラストってめちゃくちゃワクワクしますよね。コーペンちゃんって基本的にこうやって見るとね、目しか変化がないはずなのに様々な表情を見せてくれるから不思議だなって思いました。コーペンちゃんの他にもカワハギさんとかハニワさんとかねも登場してて、僕は特にこのハニワちゃんが大好きですね。めちゃくちゃ可愛いよね。ルルテアさんが描くキャラクターって基本的にどれもなんか愛着が湧くというかね、どれも可愛い表情をしているので魅力的ですよね。普段投稿されている、こう丁寧に描かれているイラストもとっても素敵なんですけども、たまにはこういった感じの画像、オフショットというか、なんていうかね、落書き風のイラストも嬉しかったりしますよね。こういったオフショット的なね、イラストの投稿もこれからもめちゃくちゃ楽しみにしています。5月の25日、やっぱりね、この日といえば、アデリーさんのお誕生日だよね。ルルテアさんからはこちらの画像でお祝いでした。アデリーさん、お誕生日おめでとう。やっぱりね、ぶっきらぼうでせっかちな性格のちょっと慌ただしいアデリーさんなんですけども、いつもね、みんなたちを優しく見守ってくれて、本当にみんなからも頼られている素敵な存在なわけです。いやー、コーペンちゃんたちにお祝いしてもらえてね、この幸せそうなアデリーさんの顔を見てると、こちらまで嬉しくなっちゃいますよね。やっぱりね、アデリーさんは、アデリーペンギンがモチーフになっているキャラクターだからね、そもそも普段からの目つきが悪いからこそ、だからこそね、この笑った時の破壊力がね、段違いだよね。どうかアデリーさんにとって素敵な一年になりますように、こういった笑顔がねたくさん見れる素敵な一年になりますようにということでね、5月の25日でした。はい、5月の26日、この日もね、ルルテアさんの投稿されたツイートの紹介なんですけども、コーペンちゃんの描き方っていうね、この画像が投稿されていたんですよね。これもね、めちゃくちゃテンション上がっちゃいました。全身の描き方だったり、コーペンちゃんのね、煮るためのコツなんかが載ってたりしてね、見つけた時はもう思わず釘付けになっちゃいましたね。これはすごかった。しっかりとね、NG 例なんかも載っているので、めちゃくちゃわかりやすいですよね。僕自身もコーペンちゃんを描いたりする機会っていうのは結構ありますし、皆さんも結構あると思うんですけども、やっぱりね、見た目ほど見た目はすごく簡単そうに描けるんじゃないかなって思っちゃうんですけど、実際描いてみるとね、難しいんだよね。上手に描けないことが多いので、このルルテアさん直伝のテクニックをしっかりと学んでいきたいよね。ちょっとした空き時間でコーペンちゃんを描いてね、時間を潰したりすることもあるし、何よりやっぱりコーペンちゃんのイベントに行くときってね、だいたい原画展が多いかな、にはね、コーペンちゃんに対してメッセージをかけるような、エリアがあったりとかするので、そういったメッセージの時にやっぱりコーペンちゃんを描く方も多いよね。そういった時にね、やっぱり綺麗なコーペンちゃんを描けると嬉しくなるので、このテクニックはぜひ得得していきたいよね。これは練習あるのみなので頑張っていきたいと思います。で、5月の27日ね、この日は夜明けのラビットの放送日でしたよね。この日はね、奇跡的にリアタイで見ることができました。やっぱりね、TVer で、見逃し配信がされてるって思うとね、ちょっと甘えてしまって起きれないことも僕多いんですけども、この日はね、無事リアタイで見ることができました。やっぱりリアルタイムで見ることができるとね、嬉しさも倍増ですよね。早起きして偉い。
この日はね、この日の掛け合いは特に究極に可愛かったなって思ったんですけど、高橋名人っていうね、そのゲームのコントローラーのボタンを1秒間に16連打できる方がいるみたいなんですけども、僕もね、名前は聞いたことがあったんですけど、具体的には分かんなかったんですが、1秒間にね、16連打できるみたいなね。僕も結構ね、ボタンの連打って得意なんですけど、さすがに1秒で16回は無理かなって思うんですけどね、この話の中で、コウペンちゃんがね、その高橋名人を真似してシュババババをするんですけども、すごかったよね。これ面白かったですよね。確かにコウペンちゃんのシュババババってもう1秒間に何連打してるんだろうってぐらい、連打できそうだよね。手の動き、もう残像としていろんな、もう手の本数がね、たくさんに見えているということなので、相当な連打力だと思うんですけど。これ面白かったな。高橋名人の顔負けの連打力のコウペンちゃんがね、すごく可愛かったし面白かったです。さすがコウペンちゃんだよね。さらにはなんか両手を広げてね、くねくねと回す 独特のダンスも披露してくれたしね。いやー、本当に短い時間なんだけども、見ててニヤニヤが止まりませんでした。 やっぱりね、この1週間の締めはコウペンちゃんとラッピーのこの掛け合いに限りますよね。5月の28日、この日はね、特にコウペンちゃんの最新情報はありませんでした。僕もね、これ今ね、28日、まさにこの日に今撮ってるんだけど、なんかね、最近やっぱり梅雨なんで、梅雨っていうこともあるので、めちゃくちゃね、僕自身頭痛、片頭痛がね、ひどすぎるんだよね。今はこうやって元気に話せてるんですけども、さっきまではもう本当にひどかった。やっぱり季節の変わり目だったりとか、雨の日だったりとか、こういう梅雨の時期とかにね、頭痛がひどくなる方って多いですよね。いやー、本当に辛かったっていうね、お話なんですけども、まあコウペンちゃんにね、回復魔法をしてもらいながら、乗り切りました。来週からね、来週というか、まあ今週か、梅雨入りするみたいだからね、全国各地でもう雨の日、どんよりした日が続くと思いますけども、コウペンちゃんと一緒に、心は晴れた状態で毎日過ごせるといいよね、っていうね、お話でした。特にね、縫い取りとかも今回はなかったんですけども、28日ということで終わります。してね。はい、ということで、今回も週刊花丸通信以上になります。この1週間を振り返ってみるとね、コウペンちゃんの新しい最新情報というものは何もない1週間になりましたけども、ルルテアさんの投稿されるイラストだったりとか、イラストというかオフショットだったりとかね、あとはアデリーさんのお誕生日もあった素敵な1週間でしたよね。僕自身も日々ね、コウペンちゃんがやっぱり、そばにいてくれるおかげで、何もない日でも幸せを感じながら楽しく過ごすことができています。やっぱりね、何もない日で幸せを感じれるっていうのが一番ベストな形だと僕は思っているので、やっぱりね、人によっては高いものを買ったり食べたりとか、どこかに出かけたりとか、そういったことで幸せを感じれる方が多いかとは思いますが、そういった贅沢、娯楽がなくても幸せを感じれるっていう心の状況がね、一番もうベストだし、幸せに生きるコツだと思っているので、僕はとにかくコウペンちゃんがね、いてくれれば何もない部屋にいても幸せだし そういったね、究極の、僕は精神状態なので、本当に楽しい1週間になりました。皆さんにとってもね、素敵な1週間になったんじゃないかなと思います。今週もまだ始まったばっかりですけども、どうかコウペンちゃんと一緒にね、素敵な思い出ができますように。じゃあね、こんな感じで今回の動画終わりたいと思います。また次回の花丸通信とか、また別の動画でお会いしましょう。最後まで見てくれて本当にありがとうございました。